人間は不完全な存在です。不完全な存在とはどういうことかというと、それはバカなことをするということです。すべての人間が不完全なので、すべての人間がバカなことをします。バカなことをするとはどういうことかというと、それは正解と違うことをするということです。こうした方がいいですよと分かっているのに、その通りにできないのがバカなことをするということです。私たちは不完全な存在なので、バカなことをたくさんします。そして、私はこんなバカなことをしましたと言ったとき、そんなバカなことをしちゃうときもあるよねと理解してもらえるのが共感してもらうということです。私たちってバカだよねと共感し合うのが心が通じ合うコミュニケーションです。私たちはバカなので、バカなことをするのは当たり前です。例えば、痩せたいんですと思ったら、食べる量を減らして運動量を増やすというのが正解です。しかし、それが分かっていても、また食べ過ぎちゃいました。また食べた後すぐ寝ちゃいましたと正解と違うこと、つまりバカなことをする時があります。バカなことをした経験を一人で抱えているのは辛いので、友達に話したりします。そして、分かってても食べちゃう時もあるよね。運動するのはめんどくさいよね、と共感してもらうことで、みんなバカなことをする時があるんだ。バカなことをするのは私だけではない。と心のつながりを感じて安心します。私たちがバカなことをした経験を話すのは、そうすることで心が楽になるからです。正解が分かっているのに、それができなくて悩んでいるという話をするのだから、相手から正解を聞きたいわけではありません。それなのに、バカなことをした話をすると、お前は本当にダメだな、こうするのが正解なんだよ、と言ってくる人がいたりします。このような時、相手の言葉を鵜呑みにして、私ってダメなんだ、と思う必要はありません。なぜなら、私たちは、バカなことをするのが当たり前だからです。すべての人間が、バカなことをするのが当たり前なのに、つまり、相手もバカなことをするときがあるのに、自分だけダメだと言われる筋合いはありません。また、こうするのが正解なんだよ、と言われたときは、そんなの知ってますよ。それを知っててできなかったから、バカなことをしたと話しているんでしょう、と思うようにしましょう。食べる量を減らして、運動量を増やすのが正解ですよ、とドヤ顔で言われたら、そんなの当たり前でしょ、そんなこと聞いてませんから、と思うようにしましょう。失敗したとき、上から目線で、こうするのが正解なんだよ、と言ってくる人がいたりします。そのような人は、俺はお前みたいな失敗はしませんから、俺の方がすごい人間ですから、という優越感を感じたいだけです。このような人は、これが正解だと論理的に説明をすることはできても、プライドが邪魔をして、俺も同じようなバカなことをする時があるよと共感することができません。このような人は、俺の方が上ですからと優越感を得るために、お前は俺の下だと押さえつけてきます。このような人が正解を言えば言うほど、周りが疲弊していきます。ということで、あなたがバカなことをしたとき、お前はダメだと見下してくる人がいたら、この人モテないだろうな、これじゃ恋人はできないだろうな、かわいそうだな、と同情してあげましょう。正解しか言わない人の言葉を真に受けて、自信を失わないように気をつけてほしいと思います。